はい、ええー、それではね、皆さん、今日はああ、このね、レジュメが皆さんの手元にあるかと思います。はい、論文合格発表から見る弁理試験の最新動向ということで、ええー、レクセンリ講師の宮口がお送りいたします。どうも、こんにちは。はい、ええー、と、皆さんね、弁理試験ね、あの、今年はまだ終わっていないんですよね。終わってはいないんですけども。 ま,あ一応あのー、まずこれから見ようか、何、ね、て言ったらいいかな、弁理士試験の合格発表から見るだからよ、4ページを見ればいいですかね、ほらこれ、<laughs> これをちょっとね、あのー、見ていきたいんですけどね、あのー、まあほら、令和4年、はい、あの出てますよね、でこれはね、あのー、合格率が、えー、26.3%、論文がね。はい それでちょっとあの論文のところだけね、えー、なんか傾向ペンディですのでまあ見ていただきたいんですよあの平成21年からねずっとそしたら何か気づきませんか大体いい25%だなということに気づきませんかねこれはねなぜかというとあの54点えっ論文のねその1科目あたり 54点まあだから特許は108点ということになるんだけど、えー、この4分の1受かるっていうことが大体その,54点の合格ラインと一致してるわけです、ね、なので、えーまあ、例えば試験員がね何、あのー、でしょう58点ぐらいをつけたとするでしょうねで,でその58点がそのままあの実際の点数になるとは限らないんですよ。ね その五十八をつけて、あの、その先生が、まあ、百枚とか二百枚とか採点して、偏差値を出します。で、その五十八点が、実は、その、平均よりも下だったと。ね、そうすると、点数が下手すると、四十八点ぐらいになる可能性がある。つまり、偏差値なんですよ。あ,あ、この五十四点以上が合格というのはね、偏差値なんですね。ええ、で、あの、よく、あの、ね、私の通り、なんか、再現とを持ってきて。 あの点数をあーつけてくれと持ってくる方が結構いてねで今年もあのつけましたであのまあまあ当たってるんですよ、ええまあ、外れてるのもあるけど大体当たってるんですよでそれはどうして当たるんですかってあの聞かれるんですけど、まあ、私の場合はねその何て言うかね問題の難易度これまではねじ自分の主観で点数をつけてましたけど。 その問題の難易度から逆算して点数をつけるようにしたんですねそしたらもう本当当たりようになってね、あのー、今年の合格者に関してはほとんど当たってますねええー、でね外れてるのもあるんですよ10点ぐらいの開きのやつもあるんですわあの受かった人はねうんそ,それはねまずあの2つ理由があって厳しめにつけてますあ全体的にえー、なぜかというとあの受かると言って私が受かると言って落ちるのはね これはちょっととさすがに忍びなないかなと、ね、ただね落ちるって言って浮かるのはいいのかなと <laughs> ね、うん、それはまあ,あの厳しく見ればそういうあの結果になると思いますだから厳しめに見てるというのはあるんですねであとあの年によってあ違うのはあの間違った時の処理方法、えー、論文の答案で間違っている時の処理方法があの年によって違うんですよで今年は「 その私が思うにですねこれはどうしようというとその私のね再現答案の点数とその実際にも,、えー、もらった点数がね合ってるやつを見ると大体その答案が間違ってないんですよ。まあ、項目落ちとかあるよ項目落ちとかあるけど間違ってない答案についてはほとんど当たってるんですね。 であの私の場合はね、あの積極ミスとか大把握ミスをすると、まあ、ご存知の通り、まり、あ、5点とか10点とか減点していくんですけど、そこであの差がそうし生じてしまっている、だからあ逆に言うと、あ積極ミス、大把握ミスをしててもです、ねあのー、減点されてない可能性があります、ことあは。もちろん加点もされてませんよ、間違ってるからね。 ええ、だからまああのなんていうかほら無視,無視するっていうかねあ間違ってるところは合ってるところはちゃんと加点していくけど間違ってるとはもう無視みたいな、うん、でそうすると本当合うんですよ私がほら10点減点したところとあるじゃんそこをねプラス10にしていくと見事なまでに一致してくるんですね、うん、だから今年の論文は間違ったことを書いても減点されてないと思います、ええ、ただね あのこれは言えるかなと思いますね。あの督、ー、述はあと特述ね。これはだいたい。毎年と同じ傾向なんですけど、あのー、まああの読みづらい答案書いててもね。あのー、中身さえしっかりすれば受かってますね。で、衣装と商標は逆で、あのー、ある程度内容が良くてもがさつな答案は落ちてます。あの二重線で消したりとかね。そういうのが著しいとは。 あ、そもそも自害を見づらいとは、うわ、あの、少なくとも、えー、合格点がついてない、うん。あの、そういう傾向が見られますね。あの、特にね、二年ぐらい前から商標の採点は厳しくなっておりますね、えー。普通だったらね、あの、なんていうの、項目列挙型の問題が出たときに。その、まあ、取り得る措置だとか、取るべき措置、というところでね。あの、該当するやつだけあげればよかったんですよ。 でも商標の場合はね違うくてその該当しないやつも上げてでこれは違うっていうふうにこうきちっと言っていくあ特にあの審判系とかねあの顕著ですよ例えば2年前にああ去年か53条の2があ審判出ましたで誰もが気づくんですよでほとんどあの間違ってる人いなかった、ね、だから私もあの採点つけて た合格点をつけたんですよでもある時からなんかおかしいなということに気づいたんですよこれみんんななな俺合格点つけてるなと嫌予感したんですよそうしたらやっぱり嫌な予感的中で私が合格点をつけたやつでもう46点とかつ,つ,け、ね、ついちゃってねついちゃって実際にもらった点数46一発アウトですああでどういう答案が受かってたかというと53条の2以外の審判もあいこれはダメあれはダメそれはダメきちっと理由つけてもうだからこれしかないんだみたいなね あ,あ、あの今年もそうですよ、今年の商標も、あのあ、これ、問題載ってるかな、問題載ってるよ、これ、うん、まあ見てくれ、あの商標の問題でね、十四ページに載っとるわ、はい、で、あのえー、っとね、問題2は、長いですね、えー、っとね、あ設問2、問題2の設問2、ね。 でえー、っとちょっと赤ペンを引っ張ります直接移行こ,うこれですね、うん、ちょっと見てください、こうが現時点で商標権 B に基づく商標権侵害訴訟を提起する場合、兵に対して請求し得る権利として最も妥当なものっというねあ、そういう聞きっかけをしてるんですよ。 まあ何色ででもいいですよ最も、えー、妥当なもの、ね、だからなんかあの <coughs> 妥当か妥当じゃないかわからんようなものもあるけども最も妥当なものということはあのーまあ、鼻からダメなやつもあるし微妙なやつもあるしこれだっていうやつもあるし、ね、で全部それを全部摘示して、うん、あのだからわ、まあ、かると思うけど殺損不振なんですよこれ。 ああうん確かにこれ殺損心答え答え書いてないでしょ <laughs> 答えは理想と現実見てくれって感じでであのこれねはいあの本命はこれなんですよ損害賠償なんですねああまあお金まあ過去の侵害だからねあの何でかというとあの現時点で権利が消滅するんですよほら ここになんかほら、ヒントめいた音を書いてる。えー、っと、国際登録が消滅してしまった国際登録簿からの A の消滅日は2022年6月30ね。ああ、つまりもう権利が死んでるんだね、セントラルアタックで。ああ、だから、まああの、あれ、皆さん分かると思うけど、差し止め請求はもう、鼻から罰なんですよ。でも、これもちゃんと理由を言わない官庁です。鼻から除外するんじゃなくて。 差し止め請求これはもうね現在将来の侵害に対する救済だけど常にセントラルアタックで商標権消滅するとねあの68の20第2項で、うん、だからもうダメやろで過去の侵害に対する救済だから損害賠償はいけるんですよ、うん、で不当利得はねまあそもそも何ていうかマイナーじゃないですか <laughs> ねなんかあの項目としては何かこう脇役的な存在ですよね常に。 うん、だからあんまりこう面子しない方がいいのかなっていう感じがします。えー、はい。ね。あの、なんで三角あの、罰にしないかというとね、ここを見てください。なんかね、ほら。なんか毎月100万円の利益を得ているとか、ね、なんか言っているでしょ。ね。うん。なんか売り上げが減少。これはマイナスやね。はい。売上減少。あ。一方で被告は利益を得ている。ほら。 つまり損害額の推定書いてくれと言うんだからやっぱり損害賠償の,あのいわゆる損害額の推定バージョンこれをやっぱり書いてほしいんだろうなとねお金の話こだわってるわけですとなるとまあ信用回復もあんまりこれ書いてほしい感じがしないなとそうでしょ、うん、お金の話にこだわってる感じなんでだからこれも罰にしていいんじゃないうん、ね ということでなんか例えばさなんかクレームがいっぱい来たとはねその被,告被告製品がそのほらあの不良品ばっかり売ってるとでその不良品が、ね、あの原告製品かと間違えてあお客さんからいっぱいクレームが来たそういうことが事案に書かれてるならばこれは、ねまあ、謝罪要求という形への信用回復請求こういうのを回答しんだろうなと。 思いいいますが全然そういうシシチュエーションじゃない、まあ、だから結局ここうういうことなんだよ、ね、だよから全部書いてきちっとその根拠を書いてゆえー、故に損害賠償だと最も妥当なものここまで書いてる答案が受かってます、ええ、でこの傾向はねちょっと今年しか載ってないんだけど令和3年の商標も見てください、ええ、最も妥当な審判はって書いてるんですよ。うん だから、何ていうのかな、一つだけ書いて終わって,あ終わってる答案はまあ受かってない。間違ってなくても46点。ということなんですよ、ね。だから令和3年に落ちた人たちはね、もう反省して、今年ね、私がほらあの、そういうところをしっかり指導してきたら、めちゃくちゃいい点数で受かってますよ。もう、平均65点レベルで受かってます。あもうやっぱりその二度とね なな思いいしたくないと、うん、だから科目間でね戦略を変えるってことは大事ねあの商標はこんな感じでしょで衣装はねあのー、まあ何て言うかこの11ページを見ると分かるようにねあ、まあ、50対50の問題が出てるんですねもう一回の商標を見ると4対6でしょでこれは、まあ、問題文の長さから見てもねななんかあの問題値そんな書かなくてもいいのかなみたいな雰囲気はありますところが問題1はですね 50対50なんですよだからこういう問題が出たときに例えば答案の分量をしとめ見た時にね3対7とか7対3とかねもっと悪いと8対2とか2対8みたいな割合で書いてるともうそれだけで落ちるんですよ。ああのバランス悪いなと。ね。だから衣装はとにかくあの流れバランスね。うん。流れバランス読みやすさ。 これが要求されてると思ってください。うんねあのあ商標も書いておこうか。商標はねあの商表はね、えー、項目の充実度とまあ項目はまず充実するとあのさっき見てるね損害賠償だけ書かずに殺損新角あとやっぱり答案の完成度ねあの。 まあと言で言うとねやっぱ高得点で受かってる人の答案ってね精密機械のような答案書いてますよあ。あ精密機械のような答案何 <laughs> じゃそれはと思うかもしれんけどまあ特に私ほら理系で明細書もまあ今そんなに書いてないですけどね教える仕事の方が忙しくてやっぱりその明細書を書くってあのね電気機械の分野科学の分野にしてもねやっぱり精密機械のようにこうあのクレームを書いていくじゃないですかね実務やってる人なら分かるけど。 あの将来のことを考えて、ね、あの言葉一つあの選び間違えたがだためにあのライバル企業の製品をね侵害に持っていけないということもあるわけですよ。だから将来のことも考えてどの言葉を選ぶかっていうねあの明細書はまあ多少あのいいんだけど特にクレームは言葉の選び方一つとってもね慎重に書かないといけないですよ。ねうんまあ、だから、ね、なんていうかそれを商標法で あの要求する感じがします、ね、特あの商標あの特,許特許明細書の書き方的なものを商標法の答案で求めてるような気がします。あはい、じ,ゃじゃあ次ね意証法はそういう感じ流れバランス読み合わせであの難易度はねそんな高くないですよ、ええ、だってまあ軽く見ましょうかこれはもう長期の入門レベルですよほらなんで意証の定義、ね、見ないでも言えるでしょ。 物品等等の形状まあとりあえずね二条一個を書いてみたりしてね、うん、それだけでも点になるわそれからほらあの物品にかける意象同士が類似するとはどういうことかってねうんはいはいそうでしょ、はい、簡潔にって書いてるわでさらにほら、えー、物品と形状等の言葉を用いて類型を上げようとねはいはい。 これじゃあちょっと聞いてみましょうか。どうですかね、この、はい、じゃあ、異象が類似するとはどういうことですか、一番前の歌。いいよ、外れても。どうですか。異象が類似するとはどういうことでしょう。ええ、何を言えばいいと思う、これ。あのね、ここでは、物品形状との言葉を用いて、類似となる類型を上げようって言ってるからね、ここで聞い、上で聞いてるのと下で聞いてるのが同じだとまずいよ。はい、どうでしょう。 ちょっと分かりませんかはいじゃあ2番目の人はどうですか上の方は何を書けばいいうんちょっと難しいでしょねじゃあ3番目の人はどうですかあのこっちの方でもよあの下の方は分かりますけど上の方が分かりません下の方答えますでもいいですよ <laughs> どうですかうん。 うん、あ物品等の形状等であって、資格を通じて、ビーンを起こさせるものを言う。ああ、それは、それは衣装の,の定義ですね。ええ、それはもうね、あの私が言いましたから、いいんですよ。あの物品にかかる異装同士が類似するということはどういうことか、これを聞いてるんですよ。じゃあ、今後ろの男性の方、どうでしょう。うんぶ。物品同一形状と類似。はい 物品類似、形状と同一。はい。あ物品と類似、形状と類似。ああ、それはね、下の方を答えてもらいましたね、今ね。はい。今のはね、下の方を答えてもらいました。うん。これはね、レックの,あの入門テキストにも載ってるわ。うん。ね。物品,、えー、物品類似、形状同一。ね、えー。物品同一、形状類似。えー、物品類似、形状類似、ね。はい。これはあの、ね、まさに入門テキストにも載ってるわ。うん。じゃあ逆にね。 上の方はどう答えられるんだよ、意外と難しいの、うん、はい、じゃあ、かまぼこ屋の人、需要,需,要の需要、需要者を判断基準として、類比を見るみたいな、はい、そういう答えが要求されてるんじゃないかと、はいね、そうじゃないんですよなあの需要、今ね、一見いいこと言っておりました、需要者の資格を通じてね、あの物品の類比を見るみたいなね。 あの一見いいんですよ。でもね、それは下の方で聞いてるんですよ。見てください。登録遺書とそれ以外の遺書判断は遺書法上、ほらどのようなもののどのようなものの資格を通して、ほらでだからここで答えるんですよ。そのええ、今言ってもらったその受容者これが答えですよね。ほらつまり私はね何が皆さんにこう言いたいかというとね。 あのそれぞれの質問だけを見て答えようとすると失敗しますということですだからその前後の問題も見つつあの上げるべき項目が絞られてくるということなんですよ。ええーまあ、一番簡単なのはあのさっき2人前の人が答えてくれたようにね入門ストにも載ってる「物品同一形状類似」えー「形状同一物品類似」あ「形状も物品も類似ね」ねこれ簡単です。えー、であの今あの、ね えー、需要者を基準にって言ったけどそれはこの「問にで答える、ね、ちなみに言うとね、はいえー、っとこう書いてるのはどのようなものの資格を落ちて起こさせる美観に基づいて行うとお規定されてるかを述べたからね、えー、需要者、えー、でさらにあのそのように規定されてるしあつまりあのなぜ需要者なのかと、えー、その理由をねちょっとほら緑に塗る。 ほらそうすると結果的にもう一回聞くよ物品,あ物品等にかかる形状等が類似するとはどういうことなんだとねえ難しいねじゃあ後ろから2番目の人うんうんちょっと分からないね うん、難しいやろ、一番下の人分かりますか分かりませんね、どうですか、あのこちらの真ん中の人は。うん、っのうああ、やっぱり実際受けて、実際受けて、用途、機能のところまで書いたけど、はいあの、落ちたと、はい、ちょっと違うんじゃないかと、はい、ああ、それはね、いい意見です。 その通りですよあのつまりそういうことは聞いてないですね、これ物品は、ね、その用途機能に着目して判断するとはね、あの一見いいんですよ、それ。うん、でもよ、それなんでだめかというと、簡潔にに反するんですね、そこまでディープに議論すると、簡潔じゃなくなるんですよ。で、だからこれ、ヒントですよ、簡潔に述べようと。はい、うん、どうぞ。ああ、そうですか、分かりません。じゃあ質問のプロの人。 ああじゃあもうね質問のプロでも答えが出やんってことは俺がね答え言うしかないねはいいいですかこれのことはこうなんですよね簡単に答えろだからまああのね累計にも似てるんだけどね、まあ、定義を書けばいいんですよ要は類似の。 どちょっと字が下手でごめんね、同一類似物品館において、はい、形状等が禁止することみたいな、ね、類似という言葉を使ったら、ね、元もともこもないから、同一類似物品館はいいです。ね 同一類似物品間において形状等が禁じすることこれが答えですええー、ねこれだったらまあ簡潔な範囲じゃんうんこれ流れができるんですよねあの意匠の類似とはね物品物品にこだわってるから同一類似物品間において形状等が禁じすることえー、で具体的にはその、えー、物品同一形状類似えー、えー、物品類似形状同一 物品類似形状類似似形状要するに抽象から具体に流れてるでしょ論理がこれが大事ですねえー、かりますかねあのそうするとね非常にこうあの流れをね作ることができるでさっきの続きなんですけどねほらこのおそのように、えー、規定された趣旨これもね見てください簡潔にって書いてますよだからあんまり長々と 言わんでい見てくださいあのえっ、ー、とね下の最高裁判決ありますねほらこれ面白いねちゃんともう判例がね載ってるんですよこうやってうんはいはいだからこれを見るとねあのどの辺がポイントかというとね、まあ、ちょっと見ましょうかねこの辺がポイントになってるんですよええー、あの。<coughs> ちょっと色分けするわ、分かりやすくするためにはい、えー、3条1項ね、はい、3条、あれ、ちょっと待ってくださいね、このことは、ああここだ、3条1項3号は、えーえー、っと、右のような物品について、一般事業者の立場から見た、あ美観の類比を問題とすると、ここですね、ええー、ここにね、あのー、 一般事業者,者の立場から見たって書いてるでしょああ。それで、えー、っと、あのえー、事業者って書いてるわけよ、あの条文は。ねえー、っとあの、条文はあ、これ書いてないね、問題文に。はいえー、24条2項 こう結ぶよ、はい、つまり需要者とあの一般需要者ででが生じてるんですよ、ね、だからあの判例では一般需要者と言ってるのにあ条文では需要者と言ってるとそれはなぜですかという理由を聞いてるんですよ。ねだから結構ほらあの判例があこう載っててね一見ありがたいんだけどそこに気づかないと全然意味がないんですよ。 ああそうでしょはいじゃあ2番目の人どう答えますかねそのなぜ需要者と規定してるのかはいあ,あパスネットはいじゃあええあ最高裁あ、えー、一般需要でああ般需要者って言ってる。えー、ののああそのああ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 あ そういうこと、その通りですよ。最高裁は、ね、その一般事業者って言ってるんだけどその一般事業者の意味がよく分からんわけですよ、これ。えー、だから、ね、そ,のその後の、えー、下級審判例、まあ、地裁とか高裁、ね、そのレベルで、あのー、結構、ね、ちゃんと明らかにして。 えー、需要者取引者っていう言葉を用いて、で、それが結構標準的な流れになってきた。うん、なので、こういうことです。 はいそうなんですよ、あら、受容者が2つ出てきたわっていう、ね、うん、それで、えー、24条2項の受容者は、えー、つまり抗議の、うん、広い意味、そう、で、こっちのあ受容者はね、狭い意味、競技。 ね、あだからあの、こういうことです。えー、この講義の需要者というのは、えー、競技の需要者であるエンドユーザーね、はいはい、あのこうやって書いておくといいんじゃないエンドユーザー。うん、で、えーっとあの、取引者というのは、まあ、中間取引業者のことですね、中間取引業者。はい、これで分かりましたが、そう。 それれを明らかにしてくたんですよ、ね、だからあの今の人が言ったのが正解で最高最高は下級審で、えー、判断基準を「需要者取引者」とする判例が増えてきたとそこで条文上明確にするために24条2項で、えー、まあ競技の需要者と取引者を含んだ概念としての「需要者」を基準とすることとしたと。ね そういうことなんですよ。で今のがちゃんとね青本に書かれてるんですよ。えー、ただねあのー、実はねこれ平成18年改正平成18年改正なんですよ。この二十四条以降で平成18年改正本によりますとちょっとね違う理由が書いてるんですね。えー、だからまああのー、まあ、どっちも基本書に書いてるんで丸にはなると思うんですけど。 あの完結じゃなくなるせいか、あまり受かってる人がいなかったですね、平成18年改正本で書いてる人はね、あのどういうあれかというとね、あのーえー、とねこの下等式放出事件、最高裁では受容者って言ってますよね、なんと高裁では、当業者って言ってるんですよ、ええー、高裁では、当、あのーえー、業者、つまり三条2項も三条1項3項も当業者基準だと。えー 理由はです、ね、創作保護法だからと。特 <laughs>、ね、実位というのは創作保護法でしょだから、まあ、創作者創作者を保護するための法律創作者イコール闘業者だから闘業者基準でいくべきだと。ね、でも衣装にかける物品の購入者は受容者であると。ええ購入者イコール受容者。ね、で闘業者というのはあのその道のまあ専門家だから。 あのわずかな債務を見分けてしまい比類しとなる可能性が高いんですよだからやっぱり取引の事情を考えて需要者基準で考えるべきだと、ね、だから最高裁では一般需要者と規定している、ね、でその一般需要者の意味をより明らかにするために24条2項で需要者取引者を含んだ上位概念としての需要者を規定したんだと。 そういう流れで書いてるのが平成18年改正本ですえ、ちょっとほら複雑でしょ。だから青本の方がいいですね。うんということですよね。はい、わかった。うんだから、やっぱりこのこういうね。何気に私この簡潔に書けとか、こういう言葉も見逃したらいかんと思います。うん、やっぱね。簡潔に書けって言ってるのに複雑に書いてるとこ,こいつ言うこと聞かないやつだなということで、多分試験員としても受け受からせたくないと思うんですよ。 素直じゃねえなと、ねうん、やっぱねそういうところはね言うこと聞いた方がいいですよ。ねうんはいはい、で設問さはねこれ簡単なんですよ担当レベル、ね、ちょっと担当の勉強も兼ねてやってみますか。河野登録遺書の出願日前の出願に書くおつの炉があり、えー、と炉はひるいじ はあごめんごめんイトロの類似範囲が重なる部分に歯があるでイトロは類似しないもう読んでるうちにね「右脳的に想像できないといけませんよ」ねああれかみたいな担当でよく出るやつやんみたいなねほらねもうええー、はね「右脳」でこう解いていく必要があるとこんな感じだねええー、そうでしょ でどっちが洗顔でしたっけあの自然の舌がにかけるオツの衣装炉、うん、だからこっちが先えこっちが後ですねはい,はいじゃあ、えー、っとえこ,うこうですねこうがんがこうで洗顔がオツですねそうすると、えー、結局、あのー、利用定食関係ですよねこれはね、はい、でこの図はどう考えても皆さんわかるでしょう はい、後ろの女性の方、これは、南条の何関係ですか。南条南高の何関係。え。あ、利用関係ですか。え <laughs>、利用関係。あの、ちょっと違いますね。後ろの人わかりますか。じゃ、こちらの人どうですか。こちらの。はい。 じゃあ2番目の章文房具のプロの章はい26条2項のそうですこれ定食関係ですねええー、26条2項の定食関係なんですよでうんうんだなもんだからえー、っとまあ洗顔洗,洗顔オツはあのまあちょっと黄色で塗縫うかなね あのまあいいんですが、で抗がん検理もね、あ,のあれですよ、別にわ悪くはないというか、いはね、ほら、ダブルブッキングしてませんのであの、正々堂々と実施できるんですよ。ね。てころは、これ、歯を聞いてるでしょ、ねうんうん、じゃあ、後ろの人、歯はじゃあ最終結論、実施できるんですか、実施できないですか。あ洗顔がね、じゃあ,あの、この問題に答えましょう、公が歯を行として実施することの可否、どうですか。はい そのとおりです。じゃあ、青で塗りますね。工具班を行として実施することの可否について、あこれもほら、皆さん、これも簡潔にって書いてますよ、ほら、ええー、簡潔、簡潔、簡潔。で、うん、まあでもあんまり簡潔に書きすぎるとね、なんか分量が少なくなっちゃうんでね、そこはある程度ちょっと考えたほうがいいと思いますけどね、あの文字をでっかくするとか。<laughs> ね、文字が、ね、あの小さいと損しますよ。ね、なんか量が少なく見えるし、はい。ということで、青で塗っています。ほら、どうですか難易度は、ね、難しくないんですよ、衣装は。ね、だから、ね、やっぱりこの流れバランス読みやすさでいいですか、これです、皆さん。あの今年の,あの私ね、あのちょっと一発合格者の問案の共通点何かと,あのちょっと研究したんですよ。これですね受かってる人は 特に高得点の人これです一発書きできてるかどうかええー、まあ結局ね流れバランス読みやすさをあの実現するためにはこれだっていう感じなんですよ一発書きああの修正箇所なしに書くっていうねでこれってね将来の皆さんの実務にも役に立つことなんですよ結局その明細書を書くにしてもさ 何回も何回もこう文章を、ね、作り直したりしてるとやっぱり時間かかるでしょで慣れてくるともう一発書きで「はい完成」ってなってくるんですよ皆さんのお勤めのねそのベテランの弁理士とか見てごらん大体もうそういう感じだよもう見直しもせずノーチェックでいけるぐらいのもう神業的なまあもちろん修行が必要ですよ <laughs> その域に達するにはもうやっぱりその道のエキスパートになってくるとねもう一発書きではい終わりはい終わりはい終わり,、はい、終わりだからもうね年収ともうバンバン稼げるとそういう弁理士はね そういういことなんですよ、うん、だからそれを受験時代からこう培っていく、ね、別に明細書に限らないよあの訴状とか答弁書とかね審判の、うん、そういう時にもなるべくこう一発書きできるようになるとね処理能力も速くなるわけよ。ね、はい別にあのあの皆さんのお勤めの会社の、えー、となんだ報告書とかもそうです、ね、処理能力が速くなるよ。うんね はいということで、じゃあ、特日はどうだと。ええー。特日はね、何が要求されてるかだよね。まずね、ちょっと問題1から見てみましょうか。ね。まあ、こんな感じです。フォルム的に。ええー。あ、2ページあるなと。ね。で、あの、えー、8ページ見てください。うわーって感じですね。うわ読みたくねーって感じですね。うん。で、あの、お9ページでしょう。ね。まあ、とにかく、特日というのはね。あ、それでもう一回一緒見てください。 衣装こんな感じ、ね、つまりさあの衣装の方がなんかあんまり負担がなさそうじゃないですかあこのまあ判例があるから一見両方いいんだけどこれ消すとまあ衣装はこんだけですよそうでしょそうするとね特実の問題1だけとか問題2だけと比較しても衣装の方がなんか手っ取り早くかけそうやなって感じするでしょつまり特実はど,っかどこに書こうかじゃあ10ページにふんだん内容枠があるからね はい、えー、短時間内での処理能力これを聞いてるんですよ分かりますだからねあの科目ごとに聞いてる能力が違うなと、うん、短時間での処理能力あのさっきも言ったように商標では精密機械のような答案だから時間かけてもいいからあのじっくりと完成度の高い答案書いてくれね衣装は 流れバランスあ読みやすさ、ね、そういうところを聞いてるほらやっぱりね科目ごとに処理あの特実は処理能力一緒、ね、は流れバランス読みやすさ商標はあ完成度の高さ、うん、だから逆に言うとねじゃあねどうすれば短時間で処理能力がつくのかっていうことですよねはい。 じゃあ例えば問題2で、ね、あのそれを言ってみます、はい、問題1より問題2の方が、ね、こう典型的にアドバイスできるんですよ。ああ皆さん見てくださいこれ問題2、ね、すごいねなんかもうああ、はい、落ちる人ほど真面目に読んでいきます <laughs> 落ちる人ほどここから読んでいきます量子コンピューターから読んでいきますね受かる人はどこから読んでいくとも こええ、説問1、いきましょうか。によるる P のの移転の請求が認められる理由はい、これだけでも分かっちゃう。あ移転請求聞いてるよと。ほら、特許権の移転請求74条。あこれ聞いてるのかと。なるほどと。もうテーマが分かっちゃうんですよ。そうでしょで、あとは理由でしょだから、あとは条文を思い出してくれと。まあ、見てもいいわけだ、論文は。 そうすると74条の規範は「棒人または教官」の無効理由だね、ええ、でその移転請求の主体は特許を受ける権利を有する者だねうんだからそれを問題文から抽出すればいいわけよだから最初から読むんじゃなくて説問1を見てあっ74条の要求を満たすためには棒人か教官をどっからか見抜く必要があるな、ええ で受ける権利者が誰、おつであればいいんだけど、そのオツが受ける権利者であることをね、証明する記述を探せばいい。ね、だから問題文を写してあの、これが理由ですと。ね、ほら、うん、で、も問題に行くよ。うん で当該移転請求が任用されああ74条が移転請求したんだなとでその移転登録が 6, 6年12月でその後、オツが定に対しあ材料への生産前の差し止めを求めて提起した際定はいかなるあ公弁をお主張すれば請求棄却判決を得られるかと、ねはいはい、だから、ね、もうあの私なんかほらあの普段ね中上級のコースでいろんな問題やってますよそうすると定の公弁かと。 で「て、うんうん」で帝というのはあの確かあちょっとその時にね上を見ないといけないんですけど「て」がどの辺から登場するかというとね、えー、っとこの9ページの上から4行目ですねほら「て」を設立すると同時に「て」に対しあこれですね「て」に対しあの独占的通常自治権を許諾したと。なるほどそういうことかとそうすると。 あの通常自主権だったんだけど移転請求によって契約は全部あの取り消しになるから無権利者になるんですね一回、うん、そうするとかわいそうでしょだからなんだね79条の2の公弁だね典型的です、うん、だから問題演習を積むことでここは大体予想がつくんですよああ74条とくれば79条の2だなと次は典型的ですよね うんうん、でしかも今「独通」というキーワードが出てきたけどね今度はオレンジ塗ヌーよあ大論点だからもうこれだけ見たら分かるわけですよ、はい、ほらねでこの「庭」というのはこれでしょここであのほら「独通」って言ってるわ、ね、あここにも書いてるわ「独通」ねここにも書いてくれてる「独通」ねえ だから独占的通常自主権者の,あの、ね、損害賠償の可否を聞いてるわけよ。ほら、これももう大握ばっちり。答えはもう、ね、あの理想源とか見てくれという感じで。で、弊、えー、による差し止め請求に対して某は、あ非前のあ、えー、と反復された外国観光物 X を入手し、新規制欠如、はい、出ました、ね、新規制欠如を理由とする無効の公文を主張したと。 で、うん。はい。で、えー、っと、あの、じゃあ、ピンクでいくよ。で、兵は、うん、兵は特許権者なんだろうね、えー。この公弁に対して、この公弁に対して、いかなる対応をすることができるか。で、ほら、つまり、向こうの公弁に対抗する公弁。向こうの公弁に対する公弁といえば、そう、訂正の最高弁だね。ほら、だからね、もう、 1>, 1ページ見なくていいんですよあ、8ページか、見なくていいんですよ、ほら、これで、まあ、効率よく、あのー、書けると、ねで、あとは訂正の再コ弁知らんと無理だよね、はい、訂正の再コ弁、何書きますか、次の白服の人ですかね、どうぞ。うん。うんええはい はいはいまあ適法な訂正をしていること2番無交流解消ねそして3番があのまあ批判に属するねちょっとこういう字が雑で批判に属する俺みたいに字が雑でも特実は受かりますからねええはいそういうことです <laughs> ね、つまりね、私、ほら日頃から言ってるでしょあの、訂正の最高弁もね、普段からも期鍛えとけと、ね、適、え、法、ー、解消、属する、ね、うん、そうそう、私ねあのこ、ここにいないか、サルベージゼミっていうのを出てした人いない、論文サルベージファイナル、あ出て、<laughs> ほら当てましたよね、平成28年、ぜひやっとけと、過去問で、ね、じゃ見事当たったじゃないですか、ねえ。 もう平成28年の核マンも絶対やっとけと問題2のパターンの方で見事に出ますよねえ適応解消属するねえほらそうつまりあのこの辺を鍛えていきますね私はあの今日のガイダンスの隠れた詩はね、まあ、要するにあの論文でちょっと残念だった方が多いと思うんであの今後どうするかですだから私はね このあの上級トレンドというのを実施するんですがあのやっぱりこう見かけ倒しでねこう,こういうすごいのをわざと出して実はもうこの辺読めば解けるんだよみたいな問題を出してみたりとか、ね、してみようかなと思ってんですよそれによってやっぱり処理能力を高めるね特実ほど後ろから問題を見たほうがいいんですぶれないから最初からねもう読んでいくとね眠くなるよ多分ああ何書いてるんだ分かんねえな,いな眠いなみたいなね <laughs> それで時間のロスですわあ実際はもう あのそういいいいうううふうになったった人いっぱい知ってます、えー、そ,うそれで何か力つきましたともったいないやろだから説問から読めと処理能力やわざとわざとこういう問題出してるんですよだから出題者はええー、で効率よくねこの仕事の処理能力みたいなところを見てるんですあま皆さんね便利試験なんかまだましの方ですよ司法試験なんかもっとろこつですからこんなの短時間で解けねえよみたいな問題出しますからね あれもわざとです、A、もう見なくていいところと見るべきところをあのちゃんと分かって出してるんですよ。うん、だからあのあの真面目にクソ真面目に解いてる人を落とす試験ですあれはあ。こんな人はもう弁護士向いてないと、ね、処理能力なしだなとそういうことなんですよ。<laughs> ええー、だから弁理士もそういう傾向が出てきてるということです。担当もそうじゃないですか担当の特実だってね最近長い問題出せるでしょ あれはやっぱり短時間内ででの処理能力見てるんですよええー、例えばもう説問あの枝の1か2で答えが出たらもうあと3以下は見ないぐらいのね潔さを持って望めとああそういうこと言ってるんだわねはいそれでねちょっとあのまあ論文だけなくて担当もアドバイスしてくれっていうことあ,のありましたんでちょっと担当にも言及しますわあのね論文は、えー、以上ですで担当の人もいると思うんでね 担当の方もいらっしゃると思うんで、じゃあね、担当の歴代合格率をちょっと見てください。ピンクで塗る。はい、どうですか、担当。ちょっと軽くね、21から見ていくと、あのまず、一言、論文と全然違いますねと、はい。論文はもう25%を前後に安定してるじゃないですか、ね、偏差値やってるから。 ところは、ね、担当は、ね、見てください、19、13、30、26、9.2、11.8、14、15、8、おすごいな、これ、8っていうところだったんだ、8.9、すごいね、20.1、18.3、18.2、11.3、今、10です。だから、いいですか、まあ、この中には担当からの人もいれば、論文からの人もいると思うんですよ。ね、もし担当からの人。 あのかつての合格体験の、まあ、なんていうかこう体験あの合格したっていう体験は意味がないですよ。ね、何でかというと、まあ、3年前はですね、まあ、いやほら高かったでしょ20とか18とか18.2と, 18. とかね、ええ、今ね厳しいんですよ10点差10人に1人しか受からないというこの厳しさだからね例えば当連なんかあるじゃない担当系の当連これも常にですね偏差値60以上の上 60以上に入ってないとダメだぐらいの覚悟を持って臨むべきです偏差値60がだいいあの10分の1に入ってるんで、うん、いかなる時も偏差値60ね55ぐらいで喜んでては受からないとそういうことです担当はねうん点数よりも偏差値を気にしたほうがいいねだってあの難易度が高え時はさ平均も低いからね <laughs>、えーまあ、だから場合によっては36点ぐらいでも60になったりすることもありますから うん、そういうことです。でね、それで令和4年ちょっと見てください。うん、令和4年はあの、まあ、特日からこうね、あのー、見ていくとあ、60もありますけど、そこでね、皆さんにちょっとやってほしいことがあるんですよ、えーあの。ちょっと作業をやってもらいます。ね、40%未満のやつをちょっと青で塗ってくれるこうやって、ほら、こういう感じで。ね、ほら、40%未満ですよ。 合合ってるかかな <laughs> あのこ答え合わせしましまょうか全部で123456788もんでいいですか大丈夫です8ちょっと足りない12あここにもあった、うん、これでどうかな1234567899ですかね9で合ってる9になった109で合ってます お商標の5番あら商標の5番もということはちょうど10個12345678910ですねはいであの三十あよめごめんなさい40%未満全部で10個ありましたねということはこれは全部落としいんですよ、うん、だからこう,こういう問題は落として構いませんそれでも50点取れるんですよ、ね、だから問題の難しいやつは気にすんなと じゃあ今度はねいいですかあのー、えー、っとですねそしたら4五えー、っとン、えー、0以上45%まででオレンジで塗ってください、えー、例えば43とか塗っていいですねあ四42とかこういうやつ塗っていいねほらね四40から45までのやつね 46.645一応塗るか四十あこれでいいかねえー、あごめん著作憲法32.2っていうのがあったわごめんごめんごめんなさいねこれ見落としてた俺うんほらそしたらあの40%未満がね11だわ11でしょ はい、でオレンジも入れると1112131415161718ちょうどいいになってきたつまりあの今年はねあの45%以上の問題45%以上のレベルの問題を解ければ受かるとそういうこ言えるわけですよこれねあの50%未満にすると多分落ちるんですわ <laughs>、ええ、多分足りなくなるよちょっとやってみようか念のためね じゃあ,あの、黄色で塗ってみようか、ね、例えば46ほらこういうのも、ね、あの塗っていくよあ47ねこううの塗っていきます4649ほら結構あるでしょうだからここまで消していくと点数的に足りなくなっていますよ45.6ねはい。 そうすると、ね、今、黄色、オレンジ、青を塗りましたけどね、全部数えるとね、た、ま、ぶ、あ、足りなくなります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25。はい、あの60から20を引くと、60から20を引くと、35点になるでしょう、ほら、落ちるでしょう。ええ だから、まあ、あのデータの上では45%以上の問題を解けることなんですよ、ね、45以上の問題を解けることが、あのー、合格。ということはねこれ感覚的なことを言うと、あのー、誰もが解ける問題を解ける誰もが解ける問題というのは50%以上のことです。これは必要条件。ね必要条件。必要条件だけでは受からない。プラス 微妙な問題わか,るなんかあの45%ぐらいのちょっと微妙なぐらいのねえー、ちょっとこうやや何とまでは言わないけどもちょっと微妙なレベルの問題まで解けるなと受かるってことです担当試験は、ね。でもマニアックなレベルは解けなくていいとそういうことなんですよ。えー、でねもちろん皆さんこういうこともあろうかと思います。あのラッキーなことに そのたまたまねなんかほらマニアックなやつでも正解するやつもありますよ、ええ、その反面誰もが正解できるようなやつも落としたりするからまあそこはねだからやっぱり基本的な考え方として受かるための必要条件は誰もが解ける問題を絶対落とさない必要条件プラス若干微妙なレ,レベルもものにするそれが合格の,あの基準であると。 マニアックなレベルは落としている。ね。そういうことです。ね。はい。じゃあ、あの、まあ、口実はね、皆さん、口実の人いないと思うんで、アドバイスしませんけどね。はい。そこでちょっと、あと数分ですので、はい、担当ですね。えー、ここ数年、担当試験のボードは60点中39点で安定します。あの、まずね、これの例外の年はないですね。はい。 そのため特実衣装に強い人は、はい、上4法に強い人は原則上4法で8割取れるのでえあの下3法においてたった7点でも受かってこれたんですよ昔はねしかしながらあ平成28年からそううまくいかなくなりましたとえ、はい、なぜかというとあ特実の合格基準点8点衣装う10点中4点商標も4点 条約も4点も点点合計で4点となりますで先ほどの7点で言えばあ条約と貯布いずれかがあの3点以下ということになるので、ね、先ほどのケース下3法で7点ということは、ね、どれかが3点以下ということになるので不合格になる、ねはい、でトータルで39点取れる人が、ね、上4法で引っかかることはまずないと思っていいでしょう。はい、ですから合否のの鍵を握るのは 条約とチョフなんですよ、うん、これはもちろんね、上4方で、あのー、8割取れるっていう前提ですよ。うんまあ、そうすると、あとはもう条約と貯蓄だなと。えー、で、まあ、とにかく、あのー、上4方,方でね、8割取れれば、もう4点4点でも受かるんだから最悪、ね。絶対に足入れに合わないと。うん、でね、最近の貯蓄は取りやすいです。もう一回データ見てください。ほら、見てくださいね、3問しかないんですよ。 ほら、あの、50%未満が。ね、そうでしょで、最近の著婦は、比較的点数が取りやすい。なぜならば、あの、著、あ、著があんまり改正がないんですよ。平成30年以降。これがまあ、安定してて勉強しやすい。で、著作憲法はめちゃくちゃ改正の嵐です、今。ええ。でも、試験が多分ついていけない。改正に。だから、あの、昔のあの、 トラディショナルな問題が出ますよく <laughs> なので貯フは点数取りやすいです今、うんうん、で条約もね見てくださいほらあのえっ、ー、とねだからあの最近の貯フ、えー、の傾向が続けばおそらくあの受かることはそんなに大変ではないと思います で私も実際に解いてみたけどあこれは最低でも8点は取れるなという感覚を持ちましたよ、上貯腐は。うんまあ、悪くても7点だなみたいなそんな感触をあの持ちましたね。えーはい、ねいいで、すか、はい、であの対策も言っておくよ。はい えー、担当では、ね、条文の重要ポイントを聞いてきますが、ね、そのポイントは条文の文末だったりしますで、このタイプの問題は覚えてなければ手も足も出ませんしたがって条文はある程度正確に暗記することが必要だと、ねでえー、次にパリ条約、ちょっとオレンジ塗ール、ね、パリ条約 p c t トリップスに関してはまたはおよびなどの接続詞レベルこれで聞いてくることが多いんです。ね うんうん、でもされど一点なんで、ね、繰り返し問われている条文についてねはいまたあかんだない、えー、いつ誰が何をどうするということを常に意識して覚える、ね、例えばどういうことかというと、あのー、拒絶流通知あるじゃん拒絶流通知は誰が出します審査官ですね、えー、通知をしなければならないまあ通知しあの意見の機会を与えなければならないだったかもしれませんが要は主語が審査官で文末が マストなんですよでも例外がありますよね。知ってます、うん、審査官が主語だけど文末がキャンであるものが2つあります。それは何かというと特許でいうとしわなの通知、A、商標法でいうと15条の3。ねほらこういうところを意識しろよとでいうことなんですよ。A、あとねん特許法の23条という条文があります。 で23条というのはね1項2項3項まであるんですよで1項と2項はね長官または審判官が主語なんですねところが3項だけ長官と審判長になってますからねまあだからそういうところを意識しなさい実際に、ね、担当にも狙われますからねはいそのためにもね担当体系別荘がね あの何戦略的過去問題策講座である担当レボリューションねこういうのを活用して傾向、えー、をつかんでくださいとまたあほら料金等の無味感燥な条文については条文の文言をマトリックス化し図表等を作って、えー、自分で作成してもいいけど俺が大体作ってますわ <laughs>、ね、ミヤレスとか活用すればね単レボの大体衣装とかほらあ商標か商標って複雑やん結構料金体系がね あの商標のあの出願形、防護の出願形、商標の更新形。防護の更新形でね、こう複雑ですよね。特にあの分割のオフとか出てくると、より大変です。そういうところ、こうね、あの図表にしたりすると、あの結構右脳的に頭に入っています。はい、過去問はね、三回繰り返すと、まあ三回というのはね、あの人によるよ。ね、もちろんね、あの一回でいい人もいるんだけど、一回は珍しいね。 1>, 1回でまずねできるやつとできないやつが大体分かるんだけどあのまだそれはねたまたまかもしれんからもう1回やってみるんですよそして2回やるとあ全く同じだなっていうところもあるしあっか1回目はできたけど2回目逆にできなかったなとかね2回目は実力がついたおかげでこんなの解けなかったのか今振り返ると簡単だよなみたいな問題も分かる、ね、そこでもうあの俺ができない問題はこれだないつも間違うなっていうの分かってる。 だから3回目はもうできないものに特化してやる。ね。そうすると大体本試験迎える。ね。そんな感じでやっていく。だから最低3回ですよ。えだ4回、5回の人もいます。身につかない人はね。うん。1回で受かるというのはね、ほとんどいないわ。うん。ね。はい。じゃあ次。あのそうね。自分に合ったベストな活用法だよね。うん、と言ってもあの、見つからない人もいるんだよね。例えば、自分にとってその簡単な問題、A ね。うん。 そしてほらなんとなくレベルの問題は B、ね、迷いが生じたら C、ね、そういうことですよでちょっと青アンダーラインにするけどね、はい、もう知識が知らない場合は D、ねうん、であと問題文すら何言ってるかわからんような問題は E ランクみたいにしてね、まあ、いつも日頃から言ってることです、はい、で合格ラインのこと言いますけど 繰り返していくうちにね全て A ランクまで持っていけばそれは理想的なんですがそこまでいかなくてもそのほとんどが A か B になれば多分受かりますええだって私ですらね時々あの授業でね条文間違えたりしますでしょまあそれでも丸抜は間違いませんからねだからそのレベルまで持っていければまず受かります担当はでヒートは口実に役に立ちますから条文を覚えておくと条文を覚えておくとねこれは難上難航ですかって口実に聞かれるんで まあ結局、担当での勉強が口実まで生かされる、ね、論文でも根拠条文書かないといけないし、はい、で妥当なコースを選ぶ、ね、担当レボリューション、ね、言,わずと言わずもがなです、ね、もう、ね、10年以上のロングランの講座で、ねはい、いわばアル,ミアルティメット的なその過去問対策講座ですね。 あのこれのねメリットは何かというとあのスプレッドシートというのがあってもう出る問題と出,る問題出ない問題が一目瞭然なんですよ、そのマトリックスを見るとだから時間がなくなってきた場合にはもうスカスカのところはやらない思い切って出る可能性はゼロじゃないですよでもその可能性をね一応信じてもやらないいいじゃないですか、そこででても,もうあのまあそういうところは多分誰もできないだろうぐらいのね潔さこれが大事何よりもその潔さがね。 あと、担当エミネントはもうすでに始まってるんですが、ね、あインプットあ、ちょっと色を変えましょうかね、オレンジにしとこうかな、はい、インプット系の、えー、見開き重視テキストに、英語版の一問一答集がありますね。であとねと、テキスト、テキストっていうか、あのインプット系を重視するならば、このエミネント講座がおすすめなんですけど、 もうやっぱり、ね、サーキット的に過去もいっぱいやりたいわという人は担当レボリューション。であとあ、実際に現場で日あわせ書きながらやりたいわという人は、ね、さらに年明けにほら演習解説議論が一体化したサルベージデミね、これがあの年明けです。で担当実践通連もありますが、ね、あの単なるこう紙解説が終わっているので質問が、ねあのー、したいと思うんですよ。 で,できませんので基本的に担当実践は紙解説しかないんでだからあの私の担当サルベージをあの取れば、ね、それも全部俺が答えますから、ね、まだチラシはできてませんけどね、はい、結構、担当サルベージからの一発合格者多いですよ最終合格まであの持っていけるというかねはいじゃあ論文はどうするかというとね、えー、合格率から見れば安定しますねほらさっきも言ったようにね ああ25%前後で推移してますよ。4分の1に入れば、あ,あこれね、ダメです。だから、4分の1に入れば大丈夫だという感覚でいるといつまで経っても受からないんです。なぜならば、理由付けもちゃんとしてます。なぜなら25、25%前後というのはね、担当試験に受かっている人の中での合格率だからです。えだから担当と一緒なんですよ。結局ね、予備校の当年では少なくとも10分の1ぐらいに入ってないと安心できませんよ。 うん、だって担当の人も担当じゃない人も論文受けたりするじゃないですかそうすると4分の1はね喜んでる場合じゃないですよええだったら、ね、皆さんあの言っとくけどあの弁理士になってから受ける不起試験ってあるでしょねあの侵害訴訟の代理を務めるための資格試験ね、まあ、俺も持ってますけどあれなんかもっとあれですよあの過酷ですよなぜかというと周りの敵はみんな弁理士ですから <laughs> でしょああの少なくともね 層が高いんですよだから俺一回落ちましたからねあれねあの便利試験の感覚で書いたら落ちますよあれうんあの私ほら日頃からあの完結答案を推奨してるでしょだからあの不起試験でも完結答案を書いたんですよ下落ちましたわあよく考えたら周り便利したわとねパワフルに書くやつばっかりだわと <laughs> 作戦変更ですよパワフルに書きましたよと翌年そしたら受かりましたねあああのもう量で決まるとはさあれね そうでしょバリバリ明細書,書書いてる人なんかもぶわって書き女はるからねはい過去、うんあ,あそうこれ言ったの俺が「各科目とも戦略書いてがいいよと」とねちょっと青ペンだね不合格者に共通していることは戦略を持って望んでいないんですよ、うん、つまりね愚直に望んでも受かりませんはい特実はねえー、っとピンクでいこうかな 時間がない中で妥協しつつもいかにうまく折り合いをつけるか、まあ、さっき言ったように短時間内での処理能力やね <coughs> はい上ね言った通りのこと書いてあるよいかに流れよく読みやすい単を書けるか、ね、ほらもう言った通りじゃんブレてないでしょ商標いかに完成度の高いトーンを書くかこういうことです、ね、これが分かってないと二の前を演じますからねはい まあその辺はね、私がもうやっぱり最近の傾向をつかんで、理想源ね、ああもう取ってる人もいますわね、であのそうそう、これね、私あの、ツイッターにも上げてますけど、あの100%の受講率、起こってますよ、今ね、まあ、報告があったところによると、8名、一発合格かいうんですけど、8名ともね、理想源取ってます。ちなみに山頃は8分の6でしたね。うん はい、を通じて、えー、対してください各問十分やったという人はそのシーケンスだとかね、あのー、上級トレンまあ特にね今から始まるやつは上級トレンですね、えーまあ、皆さん出てください面白い問題出しますから私は今後ねあっと届くような、うん、これは面白いみたいなねただ難しいだけじゃなくてこれは面白いなみたいなね <laughs>、えー、あとは見かけ倒しの問題なんかも出してねすっげえ難しそうに見えて。 あ実は簡単じゃんみたいなね、うん、やっぱりあの最近の傾向を、ね、掴んで出したいなと思います。口述,口述も一応ね、まあ、ここの場にはいないけど、一と言言っときますわ。まあ、昔は、ね、暗証型が多かったんですよ。でもね、今は、ね、現場思考型にあの変貌しつつあるようですよ。これはおそらくあの顧客対応能力を見てるんだろうなと思います。ね、あの今後の実名名簿を考えるとね、覚えても使え、覚えても 使えない知識を暗記するよりはね、そうですよ。だって AI とかがね、ある程度になってきますからね。やっぱりその AI に対処しきれない部分っていうのがどうしても残りますからね。その場で聞かれた事案に対して、迅速、的確に答えられる力をね、つけることの方がよっぽど重要ですよね。で、私の講義はね、別に口述以外の講座も、特にあの論文シーケンスとか出てる人は分かってると思うけどね。常に口述を念頭に置いています。ええ。<coughs> だから講義でも、ね、当てていったりしますけど生講義であたりその場で質問に答えることの積み重ねが自信へそして確信につながっていくと、ね、だからあのもう本当ね私の授業出てればね口実もあの意識してやってますから、ね、根拠条文も答えられるようになると難、ね、条難項何語みたいなね、うん、そういうところまで持っていければ。あのー かります後日もちょっと見てください、当日ね,、えー、っとね、大体ね、高かったんですが、まあ、見てくださいね <laughs> えっと、もう一番下だけでいいわ、ね、何色で塗ろうか、オレンジ、はいえー、93%、98%、94、95、98ときて、ちょっと90です、ほら、ことはまだ分かりません、えー、もうすぐ行われます、ちょっと減ってるでしょ、これ。あら ほとんど受かってたのに10%落ちてますよ、これ、なんでやと思いますこれちょっとね、聞いたところによると、こういうことらしいんですよ。えっ、ー、とね、どこやったよな、多分ですけど、はい、ここでいきなりがつんと上がってますよね、うん、98、それまでは93だと、いきなりがつんと上がりましたよね、あの何が変わったかというと、法文集見てもいいになったんですよ、この年から。ああ分かります 法文集見てもいいぞどんどん見てくれはいで結果的にねまあみんなその情報を知りますわね翌年からもう見てもいいとだからなめてかかってるというと人ってことで言うともう昔はねもうひやひやもう覚えてないとダメだわっていうことでみんな必死に勉強してると今もう見てもいいわというのがあるからそこまで暗記しなくてもいいわとね、まあ、我々も、ままあ、そういう前提で教えたりするのも悪いんだけどねもう丸暗記しろからいや まあいざというときもう条文見れるからねかあの完璧に覚えなくてもいいよみたいに指導してるのも悪いのかもしれない結果的に口実の出来は悪いらしいんですよだから見せしめ的に10%は落としてるんじゃないかという説がありますなので皆さんねあの実際見ていいんだけど見ないで答えられるようにね日頃の練習では鍛えていきましょう とということです練習は厳しく試合は甘くで、ね。ということで皆さん、あのー、終わりたいなと思います通信の方も、ね、いると思うんですけどね、まあ、後ろは、ね、最近の,あの特許庁の出したデータなんでね、うん、これ何で偉い下がってるの志願者ですかこれ まあちょっと分からんけどね、まあ、志願者も合格者もちょっと減ってるんですけどねこれだけ答えては、なんなんであの減ってるかってあの、ね、あの聞かれるんですよ、なんで先生、あの便利しこんな減ってるんですかと理由簡単ですあのマスコミ等々、まあ、ネット情報とかであの IT じゃなくてなんだっけ AI にとって代わられるランキングとかで結構、便利しはね <laughs> 上位に来てるもんだからなんかもうあのそれ気にしてる人多いんだよね、最近入門を始める人。 もう決まってその質問しますもん大丈夫ですか将来とか言ってね、うん、で俺もちょっといろいろ見たら確かに3位ぐらいに入ってたりするあの部類のランキングもありますね1位行政書士2位がなんだっけ税理士か書士か忘れてる程度で3位ぐらいに弁理士が来ててねでもね弁理士ってそもそもその AI とか IoT をこう扱う資格なんだよなね <laughs> そんなの気にしてどうするよ逆に言うとそういうことを気にしてる人は弁理士としての適性がそもそもないと言えますよあだからもうお引き取りくださいで大丈夫です <laughs> そうでしょ。そもそもそういうことにビビってるような人は、この知的財産っていう世界に。そもそものうもうあのふるいにかけられてて、あのあどうぞもう違う分野にお進みください。と迷わず言うようにしてます。以上です。だから気にしなくて結構です。はいね。はい、じゃあ終わりますね。じゃあ、えー、今日のテーマ弁理士あの合格発表から見る論文の。 弁理試験の最新傾向で宮口佐藤氏がお送りいたしましたどうもお疲れ様でしたはいどうも